青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、正攻法は5番の根本、後ろから動く7番の小林なんですが、ちょっと4番の伊藤が牽制しているか。さあ中段4番の伊藤に7番の小林、そして今3つのラインが重なるような感じになりました。打掌の周回に入って、まずは先に切って4番の伊藤勇樹、そしてこれを抑えたのが7番の小林、ここで北日本勢が縦に踏んでまいりました。5番の根本聡が最終的にはジャンマイ主導権を握りましたか。そして7番の小林が4番手、一方4番の伊藤が6番手です。さあ5番の根本、昨日はまくりだったんですが、ここは抑えてかける展開でしょうか。後ろを振り返りつつうまくペースに入れて、5番の根本がぐっとペースを上げてまいりました。残り400を切って1コーナーから2コーナーに向かうところ、先頭は5番の根本、そして2番手には1番の内藤です。4番手7番の小林大成、2コーナー出口、ここで7番の小林大成がまくっていって3番手2番手まで上がってまいりました。これを牽制して1番の内藤、内藤がここを止めにかかっていく。先頭は5番の根本で4コーナー待ってくる。先頭5番の根本、番手から1番の内藤、内藤最後は抜け出したか。外は4番の伊藤勇樹。